芦屋市立美術博物館は、兵庫県芦屋市にある美術館と歴史博物館の設備を合わせ持つ複合施設で、1991年に開館した。芦屋市南部の伊勢町に位置し、隣接して、芦屋市立図書館と芦屋市立谷崎淳一郎記念館が立地する。館内は、小出奈良重屋、菅井久、吉原春吉と、具体美術協会。 中山岩田らアシ屋アカメラクラブの写真家など、アシ屋アゆかりの芸術家たちの作品を多く展示、収蔵している。館外の前提には、巨石のオブジェが飾られており、一宮に、小出ならしげのアトリエが復元され、常設公開されている。ミュージアムカフェは、小出ならしげアトリエに直結しており、美術館入館者以外でも利用できる。郵便番号659-0052兵庫県。 アシアシイセチョウ12-25アシアシ美術博物館をめぐっては東京都現代美術館問題と並ぶ公立美術館の冬の時代を象徴する事件が起こっている。阪神・淡路大震災以降のアシアシの財政難により2003年11月に福祉事業や職員の削減などからなる行政改革計画が発表されたがこの美術館についても 民間委託先を探し見つからなければ、休館との厳しい方針が示された。展覧会も、現代美術中心で集客力が弱く、赤字が続いていたためだが、この美術館が所蔵、研究する、具体美術協会はじめ足屋市に関係する、美術作家たちの作品や資料は、日本の近代、現代美術研究の上でも貴重であり、国内外や足屋市民から、 その三逸を惜しみ存続を願う声が上がった。市内在住の映画監督、大森和樹をはじめとする芦屋市民や美術ファンによるグループが組織され、芦屋市との交渉が続けられたが、市の財政難は深刻であり、教育委員会などの美術館運営、保有に関する意識は貧弱であった。また市民グループ側も、存続のための十分な対案を示せたとは言えない状態であった。 足屋市は2005年度をもってこれまで運営を行ってきた市の外閣団体を解散し2006年度からは民間業者や NPO などが市の委任を受けて管理運営を代行する指定管理者制度の導入を検討した。これに対し市民グループは指定管理者となるための NPO を発足させたが結果的に指定管理者としては指定されず 市直への元 NPO が運営業務を一部受託するという変則的な形で2006年度の美術館運営が行われることとなった。2011年度からは指定管理者制度を導入し、2014年度からは小学館修営者プロダクション共同体が指定管理者となっている。ありがとうございます。